こんにちは、工具屋てっちゃんことファクトリーギアの澤山です。今日はですね、クニペックスさんの新商品、こちらをご紹介します。こちらですね、プライヤーレンチ、ね、ご存知の方も多い工具だと思いますけど、新しいんです。何が新しいかというとですね、これまず、ちっちゃいんですね。全長がですね、125mm ね、今ね、お店にある大きいプライヤーレンチ、これ300なんですけど、これと比べるとね、こんなにちっちゃいね、ものすごい可愛いですよね。それとですね、紹介したいところがあるんですけども、こちら、ここの厚みね、この厚みね、なんと3mm なんですね。ものすごい薄いです。で、あとね、この口の開きなんですけど、最大ね、23まで開くんです。でもね、23って言うとね、こんな感じなんでね、まあ正直23を回すのはちょっとしんどいでしょうね。でも17とか19とかね、回す、まあ力は入りませんけど回すことができますよね。で、17、19でここの厚みが3ミリっていうスパナってね、そうそうないです。薄口のスパナと言われるものでもだいたい4ミリぐらいあります。あと、もう本当に薄いというと鉄板を打ち抜いたようなね、そんなスパナでしたらあるかもしれませんけど、なかなかね、15とか16、18、17とかね、そういうサイズでここが3ミリっていうのはね、まずないですね。ですんで、薄口スパナをお探しの方にもおすすめなんですね。で、これですね、先ほど紹介したように23まで開きますんで、いろんなサイズのね、ミリ、インチ関係なく回すことができるんですね。それとね、このプライヤーレンチ、このようにね、遊びがちょっとあるんですね。このね、この遊びがミソです。ボルトの件にもよるんですけども、この遊びを利用してですね、こう回した時にいちいち抜き差ししなくても、この遊びを利用することによって回すことができるね。ちょっと便利ですよね。薄口スパナを何本も持ち歩きたくない、携帯用にちょっと持ってていたいななんて思う方にですね、おすすめのクリペックスさんの新型プライヤーレンチ、薄口です、を紹介しました。